こんばんは、ピースオブシアの中野孝之です。木曜サマル始まりました。はい、サマルというのはですね、日が暮れた後夜更かしして友達と楽しく過ごすという意味のアラビア語でですね、まずですね最初に、井上由香さんに出ていただいて、フェアトレードと中華雑貨のお店をされているザハラという雑貨をされている井上由香さんにね、シリアの思い出を語っていただいた後にこのザハラタイムを、撮らせていただきたいなと思いますので、その前に少しだけ僕のお話を1分だけお願いいたします。ピースオブシリアという団体が、この木曜サマルを、運営しておりまして、ピースオブシリアですね、シリアをまた行きたい国にすることを目指して、一かけらを一つなぎに、パズルのピースのように小さな力を合わせて平和の方のピースを実現するための活動を行っております。具体的には2つありましてですね、シリアの子どもたちへの教育支援と、戦争の前と後を伝えて、かわいそうじゃなくて大好きだから行ってみたい国にしたいっていうところですね、大事に、活動しております。この教育支援のところ、さらっとだけさせて説明させていただくとですね、僕は協力隊で2010年まで活動しておりまして、2011年3月にシリアでは戦争が始まったとされています。その時までですね、就学率は 99%、 大学まで無料で、昼の2時まで働いたら家族全員が豊かに暮らせるぐらいの日常があってですね、本当に治安も良かったんですが、2011年から始まった戦争でですね、一時期収穫率が 6% まで下がってしまって、教育の場がなければ物乞いや兵士というのもですね、選択肢になるというような状況がありましてですね、2016年に団体を立ち上げて、他の国際機関や政府などから支援が届いていない地域にあるシリアの北部の幼稚園小学校と、ストルコの南部のシリア難民向けの補習校に継続的な支援を続けております。はい、こんなことをやってるんですけども、この戦争の前と後を伝えるというところでですね、今日はゲストの井上由香さんをお招きしてですね、2007年にシリアに行かれていたということで、その時の思い出をですね、語っていただいて、皆さんにも、あ、こんな国だったのシリアっていうのをね、感じていただけたらなと思います。というわけで、井上由香さん、お願いいたします。はい、これで大丈夫でしょうか。はい、です。こんばんは。ではよろしくお願いいたします。お願いします。ゆうかさんはですね、2007年2月に卒業旅行でシリアに行かれたということで、ちょっとその辺の思い出話を今日はスライドを見せていただきながら、盛り上がっていけたらなと思うんですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ始めて、はい、始め。お願いいたします。私はですね、井上優香と申します。普段は中東パレスチナの方からオリーブオイルとかザーサルとか、食料品なんかを輸入販売している仕事をしています。でも、私はですね、卒業旅行で、中東一周したんですけれども、その時にシリアがすごく居心地が良くて、実は一番長く滞在してしまった国っていうので、シリアがあります。すごい大好きな場所なので、ちょっと2007年なので、思い出がうろ覚えのところもあったり、思い出せなかったりするところもあるかと思うので、もし知ってる方がいたら、ぜひぜひ教えてほしいです。あ、いいですね。今日もコメント欄がだいぶ盛り上がっていますし、うちの嫁がです、妻がですね、ザータルケニアにも持ってきて大事にちまちま食べてますって。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、早速。はい、お願いいたします。まず、私はですね、レバノンから入ったんですね、最初。で、レバノンの、はい、国境を越えて、陸路でシリアに来ました。で、最初に入ってきた町がダマスカスだったんですね。はい、で、ウマイヤドモスクってすごい有名なんですけど、本当に見た感じが綺麗で、なんかこう、写真だと空の感じとかもすごい綺麗で、今もすごい好きな写真の一つですね、ウマイヤドモスク。絵になりますよね。なりますよね。で、これが、ウマイヤドモスクの前の、スークって言われる商店街ですかね。なんか私ここですごいたくさんダブの石鹸を見て、なんでこんなダブがあるんだろうって思ってました、当時。ダブ、今もあるのかな、ダブ。
そこはあれっぽ石鹸じゃないんですね。あれっぽじゃなかったですね。ラブでしたね、この時は。でも本当長い商店街で楽しいですよね、ここは。こっちは反対側の入り口ですかね。懐かしい、はい。結構こんな感じでしたもんね。なんかどこ行ってもこう、なんて言うんだろう、洋服が上から吊り下がってて、でもここは、なんだろう、屋根があるから、なんかちょっといい感じの服だったと思います。いや、わかります。なんか光がね、ちょっとあの隙間からファーってこう出てくる感じ。はい。すごい感じですね。感じでした。で、ここが、ダマスカスの中の広場なんですけど、ここに確か一個美味しいシャワルバ屋さんがあって、ダマスカスだったらここになんか私結構買いに行ってた気がします。そうなんですね。あ、ちなみにシャワルマって、日本だとね、ドネルケバブっていうこと多いですけど。ああ、なんかあの、ね、確かに土にぶっ刺したやつをこう削ぎ落として食べる、はい、あれですね。あれですね。美味しいですよね。あれが、はい。で、意外となんかシリアとか、他の国とかも、あんまりどういうところに住んでるのとか、どんな景色なのって言われること多いんですけど、シリアって結構やっぱりヨーロッパ内部されてる場所も多かったのかなって。はい、なんて言うんだろう、ヨーロッパナイズじゃないんですけど、やっぱりローマ時代とか の影響をすごい受けてるのかなって。でちょっと融合してて、イスラム建築っていうんですかとかと融合してて、すごい綺麗な街並みだなと思ってました。まあ、合ってるかどうかすいません、わかんないすいません。いやいやいや、でこの辺もやっぱサレ、まあ、サレシナとかも馬車あるんですけど、やっぱりシリアも馬車使ってるんですねと思って、かわいいと思います。かわいいですね。かわいいですね。でこれは橋から撮った、まあ、ちなみなんですけど、はい、はい、古いなんか城壁みたいなのとタクシーと整った道路とっていうのが本当に不思議な感じでした。左の奥の方に古い感じの建物がありつつ、そうですね、見えてますね。でなんかこの時すごいタクシー多いなと思ってたんですけど、はい、が、イラクからイラク戦争で、はい、避難してきてる人たちが結構いて、まあ、イラクの方たちなんでお金がある方もいるんですけど、やっぱ仕事に就くのが難しいということでタクシーされてる方も結構いるみたいな話は当時聞きました。で、だんだん、あ、そうですね。で、当時、ちょうど物価も上がってきてる頃だったのかなと思います。はい、戦争の影響で、それこそ僕もその頃シリアにいてたのですけど、実は近い頃にいてたんですけども、協力隊でも2008年にいてたので、そのイラク戦争で避難してきた方が多くて、家賃がすごい跳ね上がってたっていうのは聞きます。家賃も高くなってました。なので、1ヶ月くらいこのシリアに滞在したときに家賃交渉みたいなホテルとするんですけど、はい、結構なんか難航しました。難航そうですよね、あんまり短期間でってなかなかないから余計大変。そうですね、そんな記憶がありますね。でこれは魚屋さんも結構魚も豊富ですよね、やっぱり豊富ですね。はい、地中海に面しているからか。私シリアで、友人の友人に初めて会ったんですね。シリアに住んでる日本人の方だったんですけど、その方のはもうそちらでご家族がいらっしゃって、行ったら、確か船だったと思うんですけど、それをさばいて、スパイスいっぱい持って焼いてくれて、すごい覚えてます。食べるんだって思って意外でした。確かにイメージないですよね。なんか中東と魚ってなんとなくこう偏見ですけど、砂漠のイメージが強すぎて魚食べるんだ初めて見た時は結構衝撃でした。わかります、僕も写真撮りましたやっぱり撮りますよね。
ちょっとこう、はにかんでいるおじさんたちもちょっといい感じかなと思ってます。ありがとうございます。俺もお寿司してくれってよりかは、ちょっとなんか、控えめですね。知り合い。控えめですね。そんな感じでした。で、これはもう、シリアといえば、バクラバーかなと思って。ああ。取りましたね。これです。真ん中ピスタチオが、がっつり詰まってる。そうですね。はい。これ、なんかちょっと調べたら、もしかしたら名前違うかもしれないんですけど、イシュルアフっていう名前なのかなと思って、一応ハテナつけたんですけど、もし、お名前ご存知だったら教えていただきたいです。コメント欄で。お願いします。これは、やっぱりでもダマスカスが、私は中東の中でも一番美味しいんじゃないかなと思ってます。このバクラバが。本当ですか？はい。嬉しい。ああ。なんか当時からそんなに甘い、すごい甘いっていうイメージがあったんですけど、はい、ダマスカスのはそうでもないっていうか、上品な甘さで、いくつもいけちゃうみたいな感じでした。危険です。まあ言っちゃいけないんですけど、言っちゃってました。そうそう、だからそういうことね、シリアで戦争起こってしまった後、難民となって逃げた人がすごい多くて、うん、で、僕トルコで聞いたんですけど、はい、お菓子のレベル上がったって聞いた。やっぱり。そう、ヨルダンでも同じように聞いて、そのシリアの人たちが逃げてきて、そこで自分がお店作ったりとかして。いいですね。なんかこう、日本でももっともっと中東のお菓子が広まればいいなって思います。あ、ちなみにすみません、ちょっと戻っちゃうんですけど、質問で、はい、お魚にザータルってありますかっていう。お魚にザータルですか。ザータルっていうのは。あ、現地でってことですか。いや、もう、ゆうかさん的に。あ、私的にですか。あ、私は結構好きで、なんていうんですかね、そのままかけたりもするんですけど、パン粉にザータル混ぜて、そのパン粉をちょっといって、アジに乗っけたりして、焼いたり。結構お魚と合いますよ。イカとか。そうなんですね。イカのソテーにちょっとザータルまぶしたり。なるほど。あ、ちょうど今、レッドコにイカがあるんで、ちょっと。あ、本当ですか。ぜひぜひ、白身も合いますし、はい、鮭みたいなやつとか、まあ、香草焼きみたいにすれば本当にアジもいけちゃうし、割と何にでもいけると思います。そうなんですね。あと、ちなみに、ザタルというのが、何ですかね、香辛料、タイムとか、ごまとかいろいろ入った。そうですね。ハーブミックスってよく言うんですけど、はい。こんな感じのもの。もゆうかさんのところで買ったやつがあって、あまりにも美味しすぎて、いや、本当衝撃を受けて、こんな美味しいのってぐらい美味しくて、今ちょっと、はい、日本を離れてケニアって国にいるんですけど、ケニアにもわざわざ持ってきます。ありがとうございます。いやいや、本当に大好物。戻りましょうか。バクラバ美味しいです。バクラバも美味しいです。中東でも美味しいもの多いですね。なんかあんまりイメージ湧かないかもしれないですけど、行って食べてみないと。意外と美味しいですよね。あんま辛すぎないし。あ、なんかね、香辛料かけるからなんか辛いのみたいな聞かれたり僕もよくするんですけど、そんなこと全然なくて、はい、そうですね、食べやすいですね。はい。なんかこう、日本だとヨーグルトとかもご飯にかけたりしないけど、中東だとかけたりして、なんかそういう使い方。うまいなって思いました。あります。そうそう。なんか抵抗感っていうか、肉にもね、ヨーグルトをかけたりとかするし、なんか、そんなヨーグルトって思ってたんですけど、ハマりますよね。ハマりましたね。いや、すごいなって思いました。すごい、すごいです。わかります。ちょっと今度、料理だけで、ちょっと、ゆうかさんに30分くらい喋っていただきたい。そうですね。次はそんな感じの。いや、そういう、旅じゃなくて、飯で。はい。ボスラにも行ってきました。ボスラは、あれですよね。世界遺産です。なんか、有名な。世界遺産。はい。そうですよね。ここは、多分、まあ、
多くの方がやっぱりシリアに行かれたら行く場所なんだろうなと思うんですけど、やっぱり綺麗で撮ってしまいますね。撮ってしまいますね。絵になる。はい。こういう感じの、なんかしかもこのオスラってこういう遺跡の周りに普通に人が住んでるから、はい、なんかこう生きてる感じがしますね。洗濯物とか普通にありますもんね。そう、ありますよね。なんか不思議な感じでした。で、これも古代のお金かな。なんかまあ、撮ったから写真代で10ドルくれとか言われたんですけど、すごいことを言ってくるなと思って。観光地あるあるって、観光地あるある。そうですね。それは断固拒否しましたね。素晴らしい。ちょっとやっぱシリアの中でも玄武岩じゃなくて黒曜岩、そうですね、玄武岩って聞きました。なんかやっぱり珍しいですね、そういう色の遺跡ってあんまり見ないですね。うん、やっぱこういう彫刻とかがすごい綺麗だなと思って、どこ行ってもすごいですね。綺麗ですね。でその辺もなんか当時は何だったんだよみたいなの聞いたんですけど、ちょっともう忘れちゃったんですけど、これだけは、これは今でもはい、ローマ劇場で、なんかあの今でも使われてるって聞いてすごいなと思いました。それがその遺跡から見た街ですけれども、うん、もう羊なんかもいたりして、あー本当だ、はい、なんかのどかな感じですよね、この辺って。うん、本当に。あ、でゴラン高原も行けたので、はい、来ましたね、その当時。これは病院ですかね。なんかやっぱりゴラン高原は、その戦争の、残骸っていうか、まあ、あえて残してるみたいなところがあると思うので、結構悲しい感じにはなるんですけど、やっぱりでもそれって知っとかないと、多分、こういう地域のことって理解できないだろうなと思って、写真は多めに撮らせていただきました。いやー、そうですよね。僕もここ行ったんですけど、はい、ちょうど、なんか個人では行きにくくなったタイミングだったので、もともとね、全然そんな問題なかったんですけど、ちょっとそういうタイミングだったので、協力隊とか、JICA っていうその国際協力やっている政府の機関の人が人数を集めて、もうバス貸し切って、へぇ、20人ぐらい日本人がこうガツッと行ったので、日本人が、日本人が一気にガツッと来たので、これはメディアに乗るチャンスだと思ったらしくて、テレビ局の人もついてきて。で、僕たちも、やっぱ僕もこうやって病院見たんですけど、やっぱなんかすごいやっぱ思うところがあるし、未だに地雷があるとかっていう話をその当時聞いたりとかして、なんか、はい、過去の問題じゃなくて、今、なお、なんかすごく問題なんだなっていうのをすごく感じたんですけど、なんか、僕がもう1年ちょっといたので、アラビア語が多少喋れるようになってたので、インタビューで僕がこう借り出されて、ちょっとお前喋れっつって、なんか、テレビの前で喋ったんですけど、自分の、働いてたのが、もうちょっと北部でかなり、6時間ぐらい離れてるところなんですけど、戻ったら、お前テレビ、戻ったら、お前テレビ出てたなぁと思って。ちゃんと見られてる。ちゃんと見られてます。ゴラン高原の思い出です。すごい特殊な思い出ですね。あ、今ちょっとコメント欄での質問で、ゴラン高原はシリア側から入るのか、それともイスラエルの方から入るんですかっていうのがあって、僕はシリアから入ったんですけど、私もです、私もシリアから入りました。今はどうなんですかね、まあ、イスラエルは入れるんでしょうけれども、シリア側からゴラン高原入れるのかどうかちょっとわかんないんですけど、どうですか？今はね、さすがにわかんないですけど、当時は、クネトラっていうところがあって、そこに行くことがあって、そのイスラエルとの間に PKO とかも入っている国連軍が出入りしてて、で、日本の自衛隊も僕のいた時は入ってたんですよね。ああ、私の行った時もいたのかな、なんか、あまりわかんなかったですけど。なかなかね、ばったり会うことは多分あんまないないですね。それは確かに。はい。はい。そうですよね。そうですよね。これは教会ですかね、当時。教会ですね。
はい、ご覧購入の教会もやっぱりボロボロにはされちゃってたんですけど、でも綺麗に残ってる方なのかもしれないですね。これちょっと黒いんですけど、モスクですね。モスクの中、こんな感じだったのかな。で、なんかこの山の頂上に見えてるのがイスラエルの、なんて言うんでしょう、監視所だよみたいに言われて、あ、怖ーって思って撮りました。見られてる子はと思いました。で、これはもうパルミラーですね。世界遺産で、まあ観光に行くなら、まあここを外せないぐらいの。そうですね。私初めてピラミッドは知ってたんですけど、ピラミッド以外でこういう塔になってるお墓、はい、まあ全然規模違いますけど、まあしかも入ってる人も違うとは思うんですけど、知らなくてちょっと衝撃でした。綺麗なお墓だなと思いました。これは。はい、これが、パルミラ近くのオアシスですね。これも、なんかいっぱいデーツが生えてて、なんか美味しそうだなって思った。あ、これデーツですかね。あ、これデーツですね。あ、これデーツなんですね。多分あ、私が刺してもわかんないですけどね。多分上の方のちょっと茶色いピョンってなってるのが多分デーツなんじゃないかなって思ってるんです。あ、でもちょっと形が違うかな。あ、デーツってもっと高い、うん、細くて高いですよね。ちょっと違う種類なのかもしれないですね。まあ、いろんな種類のデーツがあるから、もしかしたらこれもデーツなのかなと思うんですけど。これはオリーブですね。なんかオリーブの色が入ってますね。綺麗です。でもパルミラに来ました。てかもう23分ですけど、ね、ちょっと飛ばして。大丈夫ですよ、まあ、なんか、もう、今ってどのくらい復元されたんですかね。あんまり復元されてないんですかね。なんかね、でも壊されたのも全部が壊されたわけではなくて、はい、写真が今写ってる、さっき写ってたところが壊されたとは聞いているんですけど、はい、なんですか、パルミラ全てが破壊されたわけではないと、うん、聞いてますね。イスラム国ね、この辺来たので。そうですよね。なんですけど、で、復興計画とかもいろいろ立ち上がってるっていうには聞いてはいるので。こうしてほしいです。ここはやっぱりすごい良かったですね。いやいいですよね。なんていうんですかね、すごい空気感というか。本当違う場所に来たって感じがしましたね。なんか私ここ、ラクダで一周したんですよ。ああ、わかります。またやりたいって思いました。ねえ、やらないことにはちょっとね、やっぱ思い出は、ラクダと一緒にっていうのは最高の。そうですね。めちゃめちゃ楽しかった。あ、これが多分、ちょっとだけ下に見えてるのが私の乗っていたラクダの頭だと思うんですけど。はいはいはい、わかります。この辺はやっぱでも本当に色も綺麗だし、砂漠の中にあるっていうのがまたちょっと幻想的ですよね、パルミラって。そうですね。広すぎて全部は歩けない感じですね。そうなんですよ。本当に広い。本当に広いんですよ。そうですよね。これ、全然歩けてないですもん、私。もうさっきのね、お墓からここまでも結構な距離ですしね。そうですね。もうなんか、どのくらいここにいたんだろう、なんか全然覚えてないんですけど。うんうん。はい。で、出るともうこんな感じで、ほぼ砂漠。でも砂漠って言ってもなんか、あれですよね、砂がサラサラしてるんじゃなくて、ただただ硬い大地が広がってるみたいな感じでしたかね、この辺は。そうです。そうですよね、なんか砂漠にもいろいろあるんだなってシリアで初めて思いました、うん、なんかね、イメージなんていうエジプトでいいんですかね、なんかサハラ砂漠みたいな、なんかイメージで砂漠を取ってきますけど、はい、そうそう、こんな感じの硬い感じでしたね。うん、でこれ多分ラッカーにあった要塞なんですけど、行ったことないです。これがですね、ちょっと調べたんですよ。多分なんですけど、名前が、はい、ラサーフェ。
ラサーフェっていうのかな、っていう名前かもしれないです。ちょっと。かもしれないです。方がいたら、ちょっと、自信はないんですけど、はい。かもしれない。ラサーフェっていう場所かもしれないです。ラッカから多分50キロくらいのところにある要塞っぽくて、なんかあんまり、こう、現地の人もいないんですよね、ここ。で、ほったらかしにされてる感じで、もう出入りも自由で、まあまあ、独り占めできる感じではありました。で、まあ、羊は可愛いから、かわいい。これも名前のない。はい。これご存知ですか、ここ。わかんないです。どこだろう。ここもまた別の場所なんですけど、全然人がいないんですよ。なんでこんないっぱいあるのかなって、シリアス何なのかなと思いながら、ちょっと回ってたんですけど、これも広くて一周はできませんでしたね。そんなに広いんですね。そうですね、奥の方に見える橋みたいなの見えますかね。はい、見えます。それが多分奥で、それがずっと囲ってるんで、この中。うわー、すごっ。やっぱパルミラ級に広いのかなとかちょっと。本当ですね。なんか、そうです、はい。シリアって下手ですよね、観光の。なんか。そうでしょって思いながら。誰か管理してよとか思いながら今。いや、こんなインスタ映えする場所あんのに。本当ですよね。なんか、ヨーロッパだけじゃないよ、インスタ映えとか。ちょっと思う。だいぶいけてるよとか思います。だいぶいけてますよね。思います。本当。あ、で、これが野良犬かななんかいたんですよね。でも全然分かってこなくて、可愛かったです。うん、可愛い。はい。で、ちゃんと、ここで、私の写真は最後になります。あ、すごい、時間通り。よかった。よかった、ちょっと終わった。いや、もう一人です。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、なんかちなみに、なんかシリアに行かれた、草浦さんがコメントしてくださっているんですけど、はい、現地、ラクダはラクダって言われたらしいです。本当ですね、誰かが教えた。私はそれは言われなかったんですけど、ね、エジプトの山本山、ずっと山本山って人が言ってて。めっちゃ言われます、それ。言われますかね。何なんですかねって人が元ネタ知ってるんです。何なんですかね。何なんですかね。あれがきっかけでそうなったのかっていうのがすごい気になる。気になりますね。一体誰が犯人だみたいな。しかも本当世界規模ですよね、それ。シリアとかだけで。そうですね。いろいろ教えられてますね。不思議。あとね、千葉玲子さんってこのイベントにもゲストとして登壇してくださってる方がいらっしゃコメントくださってるんですけども、オラン高原2000年は大使館主催のピクニック先だったそうです。びっくりですね。いや、びっくりですね。なんかすごい不思議な。でもまあ高原だから多分その環境はいいんでしょうね、ピクニックに行くのに。ピクニックね、そうですよね。ちょっと、いろんな、そうですね、壊れた建物とか、壊された建物とかが、ちょっと目に入るくらいなんですかね。そういうことでもないのかな。そういうことなんですね。ちょっと、後で、レイコさん第2回で、ちょっと、ゴラン高原限定で喋っちゃう。すごい気になります。あと、すいません、こういうコメントがあったんですけど、ザータルの使い方講座だけでも30分ぐらいできるんじゃないですか。やって良いのであれば、いくらでも。本当ですか。ちょっと、来月か再来月くらいに。あ、本当ですか。じゃあ、はい、いっぱいザータル使ったお料理を考えておきます。楽しみです。というわけで、皆さん、返してください。僕も今家にあるザータルを、どう料理するの学ばせていただきたいなと思います。じゃあ、ちょっとじゃあそろそろお時間なので、最後にじゃあ締めだけさせていただいて、その後、
サマルタイムということにさせていただきますので、じゃあちょっとスライドをいただきま、いただくっていうんですね、スライドをちょっと用意させていただきます。はい、はい、というわけで、どうですかね、ちょっとシリア行ってみたいなって思われた方がいたら嬉しいなっていうふうに思います。そんなピースオブシリアなんですけども、1日33人からキープして応援であったりとか、イベントやボランティアとして参加して応援とか、今日みたいなイベントとかやってますので、SNS をフォローして、あるいは拡散して応援という形でですね、皆さんいろんな形でぜひ、うちの団体にも参加していただけたら嬉しいなって思います。来週はですね、宮本二郎さんをお招きしましてですね、現役のモーグルスキー選手でなんですけども、NGO で国境なきスキーヤーズを立ち上げて、2004年に新婚旅行でレバノンからシリアを旅したというご経験をですね、来週は喋っていただきます。こちらもぜひ、楽しみにしてください。来週同じ時間、29日の木曜日の夜9時から、行いますので、よろしくお願いします。それでは、今日のイベントとしては以上となります。 Facebook でご覧いただいた皆様本当にありがとうございました。そしてですね、ぜひぜひ、この後 Zoom の方でサマルタイムをしますので、交流した皆さん、サマルこれですね、日が暮れた後夜更かしながら友達とおしゃべりするという素敵な時間をですね、ぜひ皆さんと共有できたら嬉しいなと思います。というわけで、今日は Facebook の方で参加していただいた皆さん、以上となります。サマルにご参加いただく皆さんはこれからです、これから始まりです。というわけで、イベントは以上となります。ゆかさん、ありがとうございました。めちゃくちゃ面白かったですし、なんかこういろいろこう新しい次回のアイデアも出てきたので、とっても楽しみです。というわけで、はい、以上となります。ありがとうございました。